今回の動画は最強チート怪獣を紹介していくぜ。チート怪獣って全部チートじゃない？その中でも、最強を誇るチート怪獣10体を挙げていくぜ。ウルトラマンもそんな最強と戦うなんてブラックすぎるね。特撮が大好きなんだよチャンネル。まず、1体目はグランドキングを紹介していくぜ。いかにも硬そうね。そうなんだ。別名、超合体型怪獣。身長が70メートル、体重が25万5000トン。はかりへんねー。このグランドキングは映画ウルトラマン物語に登場。武器は両手の鍵爪による攻撃や爪先から放つ毒ガス。それに加え頭部から放つ光線、口から放つ熱線、尻尾の先端から発射する光線、全身から放つ電撃で、どの武器もウルトラ戦士を一撃でぶっ飛ばすほどの破壊力なんだぜ。はかりへねー。防御力も最強で全身に装甲を装備してウルトラ兄弟の格闘技どころか、必殺光線を立て続けに浴びせても傷一つつかない。で、どうやって勝つの？ウルトラの母からのウルトラサインに応じてウルトラ5兄弟の力を与えられた太郎が、スーパーウルトラマンとなってコスモミラクル光線を浴びて大爆発を起こし消滅したんだぜ。あっけねえ。ちなみに、撮影時着ぐるみが本当に重かったため一人では立つこともできず、終始はエアーで釣っていなければならなかったほどのスーパーヘビーウェイトだったそうだぜ。まるで要塞ね。2体目はガタノゾアを紹介していくぜ。こいつはウルトラマンティガ第51話、第52話に登場する怪獣で本作のラスボスなんだ。なんだか見た目がすごく気持ち悪いわね。そうだな。巨大なアンモナイト状の体から触手が生え、顔は下顎に目がついているという極めて奇怪な姿をしているんだ。また、海に浸かった体からはハサミ状の巨大な腕が伸びているんだぜ。そんな怪奇な姿でどんな攻撃をするの？触手は劇中ほぼ無敵を誇ったパワータイプですら全力を出して、一本引きちぎるのがやっとのほどの馬力と耐久力を誇る。そんなのが何本もあるんだぜ。紹介してきた中で触手は初めてね。それだけじゃないんだ。巨大な爪を使った攻撃、口から吐き出す闇の霧、石化光線もあるんだ。闇の霧切りは世界が滅亡しかけたチート霧で防ぐことは不可能。射程も無限、電子機ですら破壊してしまうんだぜ。まるでプロレス技ね。どうやって勝ったの？ガタノゾアの石化光線で怪我が石化になってしまい、人々を絶望に追いやったんだけど、世界中の子供たちの心に残っていた光を受けて怪我が復活。バチバチに攻撃をして最終的にガタノゾアは爆死するんだぜ。子供の力もチートね。3体目はダーグザギを紹介していくぜ。こいつはどういった怪獣？ウルトラ N プロジェクトとウルトラマンネクサスの第34話に登場した暗黒の破壊神だぜ。ん？なんだかウルトラマンの兄そっくりね。それもそのわず、M80 サソリが球状星団の民がかつてのあの活躍によって侵略者の脅威から救われて、侵略者が一掃されてノアが眠りについたが、未だに恐怖から逃れられず、再出現への対抗策としてノアを模したタイビースト兵器ウルティノイドザギを作り上げたんだ。ってことは、いいやつじゃないの？最初は良かったんだけど恐ろしい速度で進化する侵略者に対抗するために、ザギに備わっていた自己進化プログラムでザギに歪んだ自我を芽生えさせてしまうんだ。なるほど。ノアの模造品に過ぎないと自覚したってことでしょ。その通り。自らの存在意義に苦悩し、他の何者でもない自我を確立すべく暴走を始めるのだ。なんだかかわいそうね。ザギはどこが強いの？強力な闇の力を秘め、純粋な戦闘能力だけでも全ウルトラ怪獣中最強クラスの存在。惑星の旅すげえ。作詞の側面も持ち、予知能力記憶改ざん怪獣や異星獣を従える力、特定の人間の心の闇を増幅させることで闇の巨人に変え、操り人形として使う特殊能力も持っているんだ。能力はほぼほぼノアの能力に酷似しており、しかも威力はノアと互角なんだぜ。さすが、全ウルトラ怪獣最強クラス。結末はどうなったの？怪獣を従えて自我を確立すべく初代ウルトラマンたちをはじめとしたウルトラ兄弟たちを敵に暴れ出す。そして、ザギを追って到着したノアは怪獣軍団を一掃。しかし、
その戦いで疲弊していたノアは互角で勝負はつかず、ノアはザギを封じるべく、究極技のアザファイナルを発動。ザギを封印するとともに本来の宇宙へとノアは帰っていく。しかし同時にザギは肉体を、ノアはエネルギーの大半を失ってしまうんだ。魂は残ってるってことなの？そうなんだ。この話はウルトラマンネクサスの話になるんだけど、これはどんでん返しがあるからぜひ実際に見てほしいんだぜ。4体目は完全生命体イフを紹介していくぜ。ウルトラマンマックス第15話に登場した怪獣だ。完全生命体ってどういうこと？一応怪獣であるとは思われるが、デフォルトと思われる形態に、生体反応がないため完全生命体という位置づけになっているんだ。で、どんなやつなの？最初は白い球体状だったが攻撃を受けた瞬間トゲの塊、第二形態に変化。直ちに撃破しようとミサイルやレーザーで攻撃をするとたたり神のごとき第三形態に変化。周囲に火炎弾、ミサイル、レーザーをばらまいて暴れ回る。そして、ウルトラマンマックスが登場し必殺のマクシウムカノンでFをコッパみじんにしたんだぜ。あら、あっけなかったわね。それで終わったかのように思えたが、全身を荘厳でまがまがしい怪物の姿である第四形態に再構成して復活。もしかして、能力は攻撃を吸収するってこと？そうなんだ。攻撃をコピーし、なおかつエネルギー切れを起こすことがないんだ。最終的には、マックスを返り討ちにしてしまったほどなんだぜ。今まで紹介した中で最も最強チートね。でもこの完全生命体の前に全てが絶望に沈むはずだったが、事態は一人の少女によって思わぬ方向に向かうことになるんだぜ。え、これに勝つ方法があったのね。ウルトラマンマックスをボコボコにした後、年を焦土に変えてしまうが、疲れ果てたのか爆睡こいて少女が奏でたピッコロの音楽を学習して楽器の形に変化。そのままマックスに宇宙に誘導されて地球を去ってしまうという結末なんだ。ってことは、倒せてないってことなのね。実質、倒せてない怪獣になるぜ。5体目は宇宙か猫玉ミケクロを紹介するぜ。ウルトラマンマックス第16話に登場した怪獣だ。猫じゃねえ。動くと鈴の音が鳴る尻尾と眼球以外猫らしいところは全くないぜ。見た目も全く強そうに見えないなぁ。でもこいつ最強なんだぜ。イフの次の話で出てきた怪獣なんだけどかなりカオス界で有名になったんだぜ。どこが最強なの？こいつらの能力は一定範囲内の有機生命体の記憶を奪うエネルギーの放出。思考能力を奪われ何をどうしてどうすればいいのか全くわからない状態に陥れることができるんだぜ。記憶を奪うだけなの？なんだか拍子抜けね。確かに、戦闘能力に関してはそれほどでもないけどもこいつらがやらかしたことは、都市機能を完全に麻痺させる。防衛隊を勝手に自滅させ壊滅状態に追い込む、ウルトラマンの行動を終始貫通。ウルトラマンに変身方法は愚か、カラータイマーの存在、必殺技の出し方、武器の使い方や名称、左右の手がどっちなのか、自分がウルトラマンであることをさえも完全に忘却させる。実質、この怪獣は街を崩壊することもなくただ移動してただけなんだぜ。ある意味最強チート能力ね。最終的にマクシウムカノンを発射しようとするけどもポーズを間違えて不発したり、ゴルゴ松本の命にしか見えないポーズまで披露したんだぜ。そんな状態でどうやって勝ったの？マックスに残った最後の記憶光の国とエリーの激励で戦意を呼び戻すことに成功。そして、高速回転して勢いで出した光線をノリで発射。3匹同時撃破に成功し、記憶喪失事件も収まったんだぜ。名付けて回ればなんとかなる攻撃。極端に出せ。6体目は無限神獣マデウスを紹介していくぜ。ウルトラマンマックス第22話に出てくるんだ。無限って書いてるってことは、夢とかを操る能力なの？ちょっと違うんだぜ。これは、脚本家の奇妙な夢に登場した怪獣なんだ。奇妙な夢ってことは、夢の中の物語なの？そうじゃないんだ。この作品はウルトラマンマックス・トーマカイトと脚本家、双方の夢の中の同一人物であり、ウルトラマンマックスの世界と、
ウルトラマンマックスを制作している怪獣のいない世界を相互に展開される移植作なんだ。なるほどね。で、どう最強なの？夢の中で脚本家が結末を書く前にウルトラマンマックスの世界に現れてしまっており、その結果、途中まで倒す、封印する、おとなしくさせるといった解決法が一切存在しない究極の怪獣として登場してしまったんだぜ。解決法がないのにどうやって倒したの？現実世界で脚本家となったカイトが脚本に書き足した、内部からエネルギーを爆発させるという荒技、パワードトルネードで倒されたんだ。夢の世界にある脚本を書き換えなければ勝てない理不尽極まりない特性は確かにチートだね。7体目はハイパーゼットンを紹介していくぜ。ハイパーゼットン、早速強そうね。ハイパーゼットンは映画ウルトラマンサーガに登場する、身長70メートル、体重4万トンの宮崎県産の怪獣なんだぜ。ん？怪獣にも産地ってあるの？実は、元宮崎県知事のあの人が声優なんだぜ。侵略者バット星人によって制圧された地球フューチャーアースで生み出されたゼットン。神となって全宇宙に君臨するという目的のために作られ、コクーン、ギガントという2段階の形態を経て、完全体イマーゴヘと成長を遂げ、そして滅亡の邪神とも評されるほどの怪物なんだぜ。滅亡の邪神、かっこいい。バット星人が一体化して動かしているという、実質的にバット星人専用の生体ロボットで、戦闘スタイルは機動性を生かしたガンガン攻めるタイプ。ウルトラ戦士たちの攻撃も瞬間移動でスマートに回避していくんだぜ。瞬間移動が主な能力なの？それだけじゃないんだぜ。暗黒火球といって胸の発光体から放つ、黒い1兆度を超える高エネルギー火球、クラスター爆弾のように撃った後に拡散させたり、軌道を曲げることも可能なんだぜ。拡散させたり軌道を曲げることができるとか、それだけでもチートだけど威力もお高いんでしょ？そうだぜ。その威力は当たってなくてもウルトラマンゼロ、ダイナ、コスモスの3人を戦闘不能に追い込むんだぜ。しかも、飛行能力と跳ね返し能力も可能なんだぜ。飛行能力も跳ね返し能力もあるのね。跳ね返し能力はハイパーゼットンアブゾーブといって放った光線を受け止めて増幅し打ち返す能力。3体のウルトラマンの同時攻撃だろうがサーガの攻撃だろうが全部まとめてクーリングオフするんだぜ。飛行能力も最高飛行速度がマッハ33なんだぜ。そんな奴にどう勝ったの？初戦ではゼロダイナコスモスを圧倒するんだけど、その3人が合体して現れたウルトラマンサーガとの激戦では、互角に渡り合った後、バット星人がつまらない生き物と何よりも見下していた人間であるチーム U の作戦で、文字通り足をすくわれ、動きを止められた隙を突かれてサーガカッターで翼を切断され、サーガパンチャーの猛攻を受ける。それでも飛行して逃走を試みるが、サーガに宇宙まで弾き飛ばされ、全力で放った暗黒火球をもサーガプロテクションに防がれ、最後はサーガマキシムで中のバット星人ごと倒されて大爆発するという結末になったんだぜ。さすが、ウルトラマンサーガね。8体目はダークルギエルを紹介していくぜ。ウルトラマン銀河最終回に登場。こいつはどんなやつなの？こいつは暗黒の魔人、闇の支配者などの別名を持ち、チブル星人からグランドマスターとも呼ばれているんだぜ。ワンピースのゴールドロジャーみたいね。まだロジャーの方がいいぜ。ウルトラシリーズ屈指の下道中の下道で裏で部下たちを使い様々な暗躍を続け、生きとし生けるもの全ての生命体の時間を止めようとするのが目的。時間を止めるってことは大したことないんじゃないの？空間としての時間を止めるのではなくて、生命としての命を止めるという意味で、簡単に言うと純粋な皆殺しというとわかりやすいかな。純粋な皆殺し、何かまがまがしいわね。戦闘能力も期待できるわね。さすがにラスボスだけあって非常に手強い戦闘力と破壊力を持つぜ。まず一つ目は、ダープルギエルビート。胸から放つ闇のエネルギー弾、牽制にもとどめにも使える代表技。もう一つは人形化光線。ウルトラマン太郎のバリアーを砕くなど光線そのものの威力も高いんだぜ。さすがラスボスね。それだけではないんだぜ。ダークスパークランス、槍状の武器で銀河の銀河スパークランスとは威力も強度もほぼ互角。次に、ダークルギエルシュート。
胸の発光体を赤黒く輝かせて放つルゲールの渾身の大技。銀河の最強技銀河エスペシャリーとも互角の威力を見せるんだぜ。ウルトラマンと互角だなんてまさにチートね。どうやって勝ったの？銀河とルゲールが相打ちになってしまい力を失ってしまう。そして、いろいろあって厚生小学校の校長先生にルゲールが憑依してしまい。いろいろあったって何なの？尺が足りねえんだぜ。小学校の卒業生たちを使って心にあるマイナスエネルギーを吸収。それを食らいつつ復活する力を貯めていたんだぜ。だけど、憑依していることがバレて銀河サンシャインの悪を浄化する波動によって、校長の肉体から追い出され消滅したんだぜ。ってことは、一件落着ね。が、しかしこれはルゲールによるただの見せかけであったんだぜ。だけどこの話はまた今度だぜ。気になる人はチャンネル登録よろしくね。9体目はエタルガーを紹介していくぜ。劇場版ウルトラマン銀河 S 決戦ウルトラ獣勇士のラスボスで登場だぜ。こいつはどんなやつなの？別名超時空魔人時空を渡る能力。正体不明ながらも高い実力を持ってるんだぜ。金色の派手な鎧を着たアジア風の魔人みたいね。実はその鎧、ただの見せかけじゃないんだぜ。銀河の銀河ファイアーボールを至近距離から当てられても、傷一つつかずビクトリーの最強技で切られてもひるむだけでほぼノーダメージ。挙句に、ウルティメイトゼロの最強技のファイナルウルティメイトゼロを食らっても、仮面が割れるだけで済むといったチートレベルのカッチカチ防御力を持ってるんだぜ。守備力最強のアジア風魔人ね。で、防御力だけがチートってこと？チート防御力もあるけど超時空魔人と言われるほどの時空を渡り歩く能力もさることながら、最も凶悪な能力なのが相手の記憶を利用し、トラウマを何らかの形で呼び出すというもの。トラウマを呼び出すとか最悪なやつね。そんなやつにどうやって勝ったの？銀河ビクトリーの連続攻撃に大ダメージを負ってしまって、宇宙へと逃走する。しかし、銀河ビクトリーに追いつかれてしまって銀河ビクトリーに襲いかかるが、最強技をその身に光線を受け大爆発するんだぜ。防御力最強でもウルトラマンには勝てないのね。次が最後ね。最後の10体目は虚空怪獣グリーザを紹介していくぜ。ウルトラマン X 第21話、22話に出てくるんだ。名前からしてヤバそうね。こいつは第1、第2、最終形態があるんだが今回は最終形態を紹介するぜ。3回も形態を変えるってヤバいわね。どんな攻撃をするの？敵の攻撃を吸収してそれを光線にして放ったり、全身から無数の光球を放つ、腕からの放電、マグマの攻撃、超振動波をも放つ、そして体からは火の玉、頭部からは火球を放つ。これはすべて、第三形態になる前に吸収した怪獣の能力なんだぜ。つまり、何でもありってことね。その何でもありをどうやって倒したの？ウルトラマン X と対決し、圧倒したんだが、エクスラッガーを突き刺されると、吸収したスパークドールズが主人公の思いに反応して体から脱出。最後は X のウルティメイトザナーディウムを浴びた後、エクスラッガーを胸に突き刺されて爆死。消滅したんだぜ。今回は最強チート怪獣10体紹介したぜ。まだまだこれからもいろんなチート怪獣が出てくるんでしょうね。楽しみだぜ。次回は、バルタン星人大集合を紹介予定よ。よかったらチャンネル登録して、次の動画も見てほしいぜ。ご視聴ありがとうございました。